ユニオン所属、エールウィンと言います。あの対戦で演習と作戦にたくさん参加して、ロイヤルとアイリスともちょっとご縁がありました。レキシントンさんのような大人の女性が憧れですね。指揮官、よろしくお願いしますね。はじめまして、エールウィンと言います。実は私、 航路には詳しかったりするんですよ。なので、案内役はぜひ私にお任せください。指揮官、お帰りなさい。そろそろ新しい一日が始まりますよ。指揮官はレキシントンさんとサラトガちゃん、どっちが好きですかそれとも、他の子が好きだったりしますか レキシントンさんと同じ舞台でライブをする夢を見ました。私、もし私がね、レキシントンさんと一緒に歌ったり踊ったりしたら、指揮官はどちらを応援しますかうーん、また演習。次から次へと、実践をして、 みんなと一緒に出撃したいです。デュイはすごく面倒見が良いのですよ。同じレキシントンさんのことが好きなことして当然かもしれません。え <laughs> 指揮官何まあ、もう指揮官、マナー違反ですよ。任務が来ました。 早く出発しましょうなんてね。今はまだ大丈夫ですよ。任務完了です。指揮官へのご褒美もたくさんあるはずですよ。んメールがあるみたいですね。んしょ。ああ。これは良いお知らせですね。指揮官お帰りなさい。 みんなのために美味しいお菓子のお土産を持ってきてくださったのでしょうか。ありがとうございます。いただきます。軍事委託完了です。指揮官、一緒にみんなを出迎えに行きましょう。ほう、あまり実感がないかも。まあ、別にいいですよ。 強くなるのは悪いことではありませんから。みんな、一緒に頑張りましょう !MVP をゲットしましたエールウィンにご褒美をくださるいい指揮官でありますようにああ、うん、負けちゃいました。指揮官、残念賞のキャンディーをいただけないでしょうか エルヴィンも少し頑張りますよ。ま、まだ大丈夫。多分。指揮官、よく聞いてくださいね。このままでは、私までも指揮官と距離を取っちゃいますから。指揮官、今すごく忙しいですかええー、と、私からちょっと、 あげます。糖分は頭にいいですよ。竜医と比べてほんのちょっぴりだけ、太っているじゃないもん。もう、指揮官なんか知りません。指揮官ってやっぱりちょっとお肉がついてる子が好きですか 私毎日牛乳飲んだりお菓子食べたりしているから、きっといつかは指揮官好みのタイプになれますよね。指揮官、今日も私ちょっぴり変わりましたよ。指揮官は気づきました。まだ気づいていないのですか早く、早く、早く気づいてください。ねえ。 指揮官、レキシントンさんを好きになってもいいですけど、私のことは絶対に好きでいてくださいね。私、指揮官が好きになるように毎日毎日、毎日毎日頑張っていますから、絶対に気づいてくださいね。ね。レキシントンさん、ずっとそばでお守りしますよ。デューイ 私の活躍を見ててね。